白と、ニワ・アンブラス城は、オーストリア共和国チロル州の州都である、インスブルックにある、海抜587メートルの球場に立つ、ルネサンス建築の城である。新生ローマ帝国アンデクス博の権力の座であったが、ハプスブルク家の所有となり、歴史的な芸術収集家であったオーストリア大公、フェルディナント二世の居城ともなった。フェルディナント二世は、密かに、 二分違いの結婚をした合唱出身の妻フィリピーネ・ベルザーへの贈り物として中世の要塞をルネサンス様式に再建し彼の趣味として世界的に有名なコレクションを収容する美術館を建てた現在は政府機関オーストリア上塞上主組織によって管理されている10世紀に同じ場所に城が建てられたが1133年に バイエルンコハインリヒ10世に破壊された。13世紀に元の要塞の建材を再利用し、要塞が建設された。1363年にチロルジョハクマルガレーテ・ホン・キロルが没して断絶すると、ハプスブルク家の所有になった。フェルディナント2世によって、現在のルネサンス建築に再建された。城は庶民出身の妻、フィリピーネへ送られた。その後、 ハプスブルク家と一線を引かれたフィリピーネの子、ブルガウヘン教博、カール・フォン・エスター・ライヒの所有となった。彼は芸術には興味がなかったため、1606年に所有していた美術品を芸術収集家であった新生ローマ皇帝、ルドルフ2世に売却したが、ルドルフ2世は、おじのすべてのコレクションをアンブラス城に置いたままとした。 権力から離れた後は、城の後輩が進み美術品の手入れは行き届かなくなり、失われた作品もあった。17世紀に芸術作品の状態を危惧した皇帝レオポルト一世によって、ウィーンのオーストリア国立図書館に移され、ナポレオン・ボナパルトによる侵攻後も安全に保管された。城自体は、権力から離れた後、弊社や軍事病院などの様々な役割を果たし、 1855年にオーストリア帝国オーストリア大公カールルートビヒホンエスターライヒがチロル州知事時代に夏の離宮都市庭をイギリス式庭園にし1880年に博物館にするなどの改装がされた彼の死後は管理するものもなく再び荒廃した1919年にオーストリアハンガリー帝国が滅亡すると オーストリア共和国が城の権利を所有した。1914年の第一次世界大戦の勃発から閉館していたが1922年に博物館として再開した。第二次世界大戦によって再び閉鎖された後、1948年に再開した。1950年にウィーンの美術史美術館の管理となり、収蔵品を含めた包括的な修復が長きにわたり、 行われた。美術館は、フェルディナント2世が、世界中から、賃品、名品、おもちゃ、工芸品などを集めた脅威の部屋を再現した部屋も、置かれている。また、当時の著名人、軍司機関から体系的に鎧を収集し、ヘルデン・ラスト・カーマー、英雄の武器子と名付けた部屋を作成し、現在も、同様の趣旨の部屋も置かれているが、そのコレクションの多くは、 美術史美術館の方で展示されている。ありがとうございます。